マシジミは、淡水に住む、シジミ科の二枚貝である。河川の中流域から上流域にかけての砂利規定に生息する。故障でも見られるが、砂底底を好み、泥底ではあまり見られない。殻は30から3 5ト、mm、ル、時には4 0ト、mm、ルを超えるものも見られる。殻の表面は若いうちは、高褐色、成長につれて黒みがかり、緑色、黒色と変化していくが、 生息場所の影響を強く受ける。成長につれて、規則的な同心炎上の凹凸がある。殻の内側は紫色をしている。死有胴体で、卵体制である。台湾しじみに似ているが、殻の縁部分、内側が台湾しじみと異なり、淡い色となっている。もともと、日本には、本種が至るところに存在したが、外来しじみの輸入激増。 またそれらの砂抜き後の排水を水路に流したことにより、外来しじみが各地に激増し、社会問題となっている。最近では本州に酷似する外観の外来しじみが各地に大量繁殖し、マしジミの数を減らしている。日本で広く食用にされているしじみは、寄水域に生息するマトしじみだが、このマしジミも同様に食用となり、横断に効くとされている。 ただし、生息密度が低いため、琵琶湖さんのセタシジミに偶然混ざっている程度であり、ほとんど市場に出回らない。ありがとうございます。